木彫刻、P503、ヌーベル・ゲオグラフィー・ニバーサル、ラテール・イレオム、パート6、エル・アシエルッセ、アディション・エリシー・ラクルー、パリ、1881より、鉄門とは、バル・フト・サマル・カンドの間のアイロである。このアイロは、ヒサール山脈から、アムダリア川の方に南北に広がる険しい山脈を、抜ける数少ない通り道になっている。そのため、期限全328年に、 マケドニアのアレクサンドロス3世がここを通って以来、バクトリア・ソフディアナ間の通路として使われ、この地方のどんな権力にとっても重要なアイロだったようである。名前の由来はアイロにそびえ立つ鉄で補強されたもんで、あり、実際にスルハンダリア州のバイスンの西にあったと信じられている。エスヘディン、カラコルム体験士白水社、1979年、P21。 アレクセイ・ブヤ・ラポフ、ボーイシン、マスター・ピーセズ・オブ・セントラル・アジア。2014年3月25日閲覧。ザ・アイアン・ゲイツ・ワーロケーテッド、オン・ザ・オールド・ロード・イン・ザ・キャニオン・オブ・ダーラー、アイブ・スガラ・カーナ3キロメートル2ノース・ウェスト・フロム、シュラブ・キッシュロック。ありがとうございます。